全国の皆さん、こんにちは。フレックスハイエース南大阪店作業の藤井です。よろしくお願いします。今日ご紹介するお車なんですが、新車ハイエースワゴン GL の四駆のガソリン車モデルの、フレックスオリジナルのシートアレンジ AS をご紹介していきます。まず細かいところなんですけども、トヨタセーフティーセンスがついているのと、下の方を見ていただきますとパナロミックビューモニターのカメラが1点ついています。はい、こちらのお車なんですが、マイナーチェンジ後ということもあり、マイナーチェンジ後ということで、インテージェントクリアランスソーナーのセンサーが4点標準装備になっているのと、下の方を見ていただきますとフォグランプの形状が LED 化になっています。はい、続いてカスタム内容なんですが、こちらフレックスオリジナルのデルヒーノラインフロントリップスポイラー装着しています。はい、続いて横方をご紹介していきます。こちらの車なんですが、1インチローダウンしていて、通常の車高より約 2.5 センチ低くなっています。でタイヤとホイールなんですが、まずグッドイヤーナスカータイヤ17インチと、ホイールの方がフレックスオリジナルカラーのバルベロディープス17インチです、装着しています。あとさらに車高を低く見せるアイテムといたしまして、こちらフレックスオリジナルのデルヒーノラインのオーバーヘンダーですね、装着しています。はい、続いて後ろをご紹介していきます。まずこちらデジタルインナーミラーカメラがついています。はい、さらに下の方を見ていただきますと、フロントでもご紹介いたしましたが、こちらインテリジェントクリアランスソーナーのセンサーリアにもついています。はい、バックカメラもこちらの車ついてます。はい、では内装をご紹介していきます。はい、こちらの車なんですけども、片側電動スライドドアになっています。で向こうの方を見ていただきますと、コマンド付きになっています。でエースの内装はこんな感じです。はい、こちらの車なんですけども、今はちょっと、通常のシートとなっているんですけども、こちらのレバーを倒していただくことによりまして、対面になったりとか、あとはフラットになることもすることも可能です。また1列目と4列目ですね、こちらフレックスオリジナルのシートカバー新品で取り付けさせていただいてます。はい、下の方こちら見ていただきたいんですけども、これフローリング施工もさせていただいています。お手入れも非常に簡単で、濡れたタオルとかで拭いていただければ清潔な状態を保つことができます。はい、あとごめんなさい、こちらですね、リアの方にリップダウンモニター10インチのものがついています。はい、すみません、ごめんなさい。こちらですね、内装をご紹介していきます。まずこちらデジタルインナーミラーのカメラの映像、こんな感じですね。こちらのレバーを倒していただきますと、通常のミラーとしてもお使いいただくことが可能です。はい、ナビの方なんですけども、こちらカロッテリア のフローティングタイプのナビが装着されていて、こちらのサイズが9インチになってます。はい、続いてパノラミックビューモニターについてご紹介いたします。こちらに今ビューボタンを押したんですけども、冒頭でもお伝えいたしましたフロントのカメラの映像と上から見た映像がこんな感じで映してございます。でもう一回押していただきますと、ミラーの下にもカメラがついてまして、幅寄せとかに使っていただければと思います。ちょっと僕の手がこんな感じで確認できるかと思います。で押していただきますと元の画面に戻ってきます。で続いてバックギアに入れていただきますと、先ほどと同様に後方の映像と上から見た映像に映し出されるんですけども、今度はこちらのボタンですね、押していただけますと後方の映像のみに切り替えることもできます。なので駐車状況に応じて切り替えていただければと思います。はい、であとナビ周りなんです。ナビ周りとステアリングですね、こちら、黒木目のインテリアパネルキット装着しています。
はい、いかがでしたでしょうか。今回ご紹介いたしました、フレックスオリジナルのシートアレンジ AS の4駆入ってきました。今日からフレックス南大阪テーマに、展示しておりますので、気になった方はぜひお手をお願いいたします。本日もご視聴いただきましてありがとうございました。